生徒たちが応援に駆けつけたハンドボール決勝。女子は第1シード浦添と3連覇がかかるコザの3年連続同一カード。先に主導権を握ったのは浦添でした。去年おととしとコザに敗れた雪辱を胸に4連続得点などでリードを奪います。対するコザは18歳以下の日本代表漬山由里のアンダーハンドシュートなどで応戦しますが、浦添の堅いディフェンスを前に得点を重ねられません。浦添の9点リードで迎えた後半も浦添が守備からの速攻、3番比嘉寛那、ゴールキーパーからキャプテン又吉かなえ、次々に得点を重ね5連続得点。しかし最後まで力を振り絞るのはコザも同じ。コザは後半中盤に入ってキャプテン吉田知穂を中心に7連続得点、意地を見せます。それでも生徒およそ600人の大声援を受けた浦添がこの2年決勝で敗れ続けた悔しさを晴らすゴールを決め続け、29対17、浦添が頂点をつかみ取りました。去年も一昨年も試合に出させてもらったんですけど、そこでコザに負けて本当に悔しい思いもしてきたので、エースが怪我してこの大会に出れないとかって苦しい思いばかりしてきたんですけど、そのエースを絶対まだ全国で一緒にプレーできるように絶対全国までつなぐっていう気持ちで別になってやってきたので、本当に優勝できてよかったです。男子決勝は大会20連覇を目指す第一シード興南に那覇西が挑む一戦。先制したのは那覇西、王者興南に食らいつきリードを奪って那覇西応援団を沸かせます。しかし大会20連覇という偉業がかかる黄色の興南、高校2年で19歳以下の日本代表に選出される身長192センチ赤嶺直太郎の高さのあるシュートなど、自力に勝る興南がすぐさま逆転、那覇西を引き離していきます。それでも会場を真っ赤に染めた那覇西応援団の声援を背に、ゴールキーパー前田義大、那覇西も粘ります。9点差、興南リードで折り返した後半、試合を作ったのは興南のキャプテン比嘉一貴でした。得点だけでなく比嘉から19歳以下の日本代表下地京也の得点をアシスト、両チーム最多の8得点を決めた大城幸運の活躍も光り、興南が那覇西を引き離します。試合は39対28、興南が20連覇を達成しました。素直に嬉しい気持ちで、これまで歴代の先輩方がつないできた連覇を自分たちの代で20連覇っていうものを掲げていたので、それが達成できて嬉しいです。